ハローランチ。あの、結構前から短歌とか詩の朗読やってくださいっていうリクエストが多かったんですけど、まあ、短歌とか詩って著作権があるんで、あんま他人のおすすめの短歌とか勝手に朗読しちゃうとまずいかなっていうのがあって、できなかったんですけど、まあ、自分の短歌でやれば著作権もクソもないなっていうことに気づいたんで、えっと、短歌の 仲間3人と出した「のどぶ笛」っていう同人誌があるんですけどその4人分の短歌を朗読してまあネットでこの本を通販してるんで宣伝がてらちょっと朗読したいと思います一応「のどぶ笛」っていう同人誌の中身を紹介しておきますでこの写真が目次なんですけど同人作品っていうのが僕とその3人の方の 単価が30個集まってる30種連作が1人1個ずつ入って4個で一首表っていう短歌の短い評論が1人1個で4つでさらに歌会録っていう短歌の作品を持ち寄って批評し合う回みたいなのを歌会っていうんですけどそれの記録がついてて600円。 ということでまあ概要欄に URL は置いておきますテンダー青松明占いを君はチェックする夜明けのコインランドリー光に満ちて占いを君はチェックする夜明けの コインランドリー光に満ちて僕たちの甘い会話のどこででもカワセミは羽を開く指摘に僕たちの甘い会話のどこででもカワセミは羽を開く指摘に歌うようなドラムの音を聞く時の感情 うっすら似ていてほしい歌うようなドラムの音を聞く時の感情うっすら似ていてほしい前奏で起きた手拍子がゆっくりまばらになる A メロの寂しさ前奏で起きた手拍子がゆっくりまばらになる A メロの寂しさ 失恋が必ず来ると妖精にくるみの言葉で告げられている失恋が必ず来ると妖精にくるみの言葉で告げられている推薦の中にあるあ好きな人毎日素敵でありがとう読 推薦の中にあるあ好きな人毎日素敵でありがとう読誰かの手が誰かの方を爆弾処理のような手つきで傷つけている誰かの手が誰かの方を爆弾処理のような手つきで傷つけている カッターでサクッと切ってみるといいあるいは冷えた梨の呪上で。カッッターでサクッと切ってみるるといいあるいあは冷えた梨の授乗でってことでこれで8種読んだんですけど、まあ、30種全部読んでると誰も買わなくなっちゃうんで残りの22種は買って読んでみてください。 あと一緒に本を出した3人の方も朗読していいよって許可を出してくれたので残り3人の仲間の短歌も読みたいと思います、うん、僕たちの後ろめたさ沢清どうしても。 誰も行けない渓谷の青それは君に送った青の。どうしても誰も行けない渓谷の青それは君に送った青の。何もない港に船を探すようにムササビの求愛機関調べる何もない 港に船を探すようにムササビの求愛期間調べる「どうとでも解釈できる油絵を家庭料理と罵っておく」「どうとでも解釈できる油絵を家庭料理と罵っておく」 ゴチックで書かれたその三分子だけ優しい灰になった気がする。ゴチックで書かれたその三分子だけ優しい灰になった気がする。幸福がなくても困らないという柴犬の怒った歯のむき出し。 幸福はなくても困らないという柴犬の怒った歯のむき出し息の根を呼び止めて橋爪志保「滝のようにきれいな猫が行く朝にすべての金縛りは解けるよ」 滝のようにきれいな猫が行く朝にすべての金縛りは解けるよ。君は卵からじゃない天窓から生まれたそのことを別に恨んでもいい。君は卵からじゃない天窓から生まれたそのことを別に恨んでもいい。 森に行き口を開けば木漏れ日が朝食となる春は豊かで森に行き口を開けば木漏れ日が朝食となる春は豊かですぐいなくなる母だった追いかけて転んだ傷が今も手にある すぐいなくなる母だった追いかけて転んだ傷が今も手にある「心臓に例えることをやめてから小鳥とはボロボロの宝石」「心臓に例えることをやめてから小鳥とはボロボロの宝石」 その時代のことはあまり知らない「平井で本料金と振込先を取ったからあとは振り込むだけだな」できる「料金と振込先を取ったからあとは振り込むだけだな」できる後悔は しないと決めて海へ行くたとえ家族が泳いでいても後悔はしないと決めて海へ行くたとえ家族が泳いでいても洗濯物干して出かけて降る雨を悪いともいいとも思えなかった洗濯物 干して出かけて降る雨を悪いともいいとも思えなかった「日本の夜明けは近い」「髪の毛を千本増やすのにかかる金日本の夜明けは近い」「髪の毛を千本増やすのにかかる金 友達なんかいなかったけど覚えてる野球が弱い学校のこと友達なんかいなかったけど覚えてる野球が弱い学校のことってことでね、朗読し終わりました興味ある人は買ってみてくださいもしかしたら在庫がそんなにめちゃくちゃあるわけじゃないんで 売り切れちゃうかもしれないんですけど、その場合は増刷していつか必ずあれするので、まあ、欲しい人は早めに買ってください。もしこの動画が好評だったら、また自分以外の人の短歌とかも本当は朗読したいんで、まあ、短歌とか詩とか朗読するかもしれないです。まあ、最終的にね、それが伸びるようであれば、もう ASMRYouTuber として ASMR 一本で、あの短歌の朗読一本でね、 あの、生活していけたらなと思っております。じゃあ、さよなら。